ピレモン。家の手紙、キリスト、イエスの囚人、パウロと、兄弟手テ,テから、私たちの愛する、同僚者ピレモン、シマアピア。私たちの先友、アルキポ、並びに、あなたの家にある、教会へ。私たちの、父なる神と、主イエス、キリストから、恵みと、平安とが、あなた方に、あるように。 私は祈りの時にあなたを覚えていつも私の神に感謝している。それは主、イエスに対しまたすべての生徒に対するあなたの愛と信仰とについて聞いているからである。どうかあなたの信仰の交わりが強められて私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことが知られてくるようになってほしい。兄弟よ。私はあなたの愛によって 多くの喜びと慰めとを与えられた。生徒たちの心があなたによって力づけられたからである。こういうわけで私はキリストにあってあなたのなすべきことを極めて率直に指示しても良いと思うがむしろ愛のゆえにお願いする。すでに老年になり今またキリストイエスの囚人となっているこのパウロが囚われの未でだ私の子供。 おねしもについて、あなたに、お願いする。彼は、以前は、あなたに、とって、有益なものであったが、今は、あなたにも、私にも、有益なものになった。彼を、あなたのもとに送り返す。彼は私の心である。私は、彼を身近に引き止めておいて、私が福音のために、囚われている間、あなたに、代わって、仕えてもらいたかったのである。 しかし、私は、あなたの承諾なしには何もしたくない。あなたが強制されて、良い行いをするのではなく、自発的にすることを願っている。彼が、しばらくの間あなたから離れていたのは、あなたが彼を、いつまでも、止めておくためであったかもしれない。しかも、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてである。とりわけ、私に、とってそうであるが、まして、 あなたにとっては、肉においても、趣味あっても、それ以上であろう。そこで、もし、私を、あなたの信仰の友と思ってくれるなら、私同様に、彼を受け入れてほしい。もし、彼があなたに、何か不都合なことをしたか、あるいは、何か不債があれば、それを、私の仮にしておいてほしい。このパウロが手図から記す、私がそれを返済する。 この際、あなたがあなた自身を私に負うていることについては何も言うまい。兄弟よ。私はあなたから死にあって何か液を得たいものである。私の心を死にあって力づけてもらいたい。私はあなたの従順を固く信じてこの手紙を書く。あなたは確かに私が言う以上のことをしてくれるだろう。 ついでに、お願いするが、私のために、宿を用意しておいてほしい。あなた方の祈りによって、あなた方のところに、行かせてもらえるように、望んでいるのだから。キリスト、イエスにあって、私と共に、囚われのみになっているエパフラスから、あなたによろしく。私の同僚者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしく。シュ、イエス、キリストの恵みが、あなた方の霊と共にあるように。